はい、古典文法謎のね、勉強の仕方ということでございますが、ですね、夏まあ、一応古典文法全部完成することにはなるので、授業が残っている部分があるのでそこで完成することになるんで、まずアーカイブですね。アーカイブを一生懸命見ていただきたいというところなんですね。で、ただアーカイブを見ただけでも、まあ、力には当然なるんですが、見ただけじゃちょっとね、力にならないものがあるので、まあ、単純にいくと、自分でね、ちょっと問題を、まあ、探してきてもらってでやってもらうということがちょっとしたね、皆さんの課題ということになるかもしれませんね。まずは、アーカイブ見てもらって、今までの部分の確認、全確認ですね。あと問題集、これはもう間違いなくやってもらうので、まあ、その2つはしっかりとやってくださいと。その上で1個なんかね、古典文法、まあ、古典文法とか古文文法なんですけど、問題集があるはずなんですよ。多分古文文法とかになってると思いますんで、はい、これ市販の問題集がおそらくあります、山のように。はい、で、市販の問題集何でもいいっちゃ何でもいいです。解き方皆さん分かっているんで何でもいいです。はい、ただ使い方ね、はい、これを使うのは構わないんですが、問題集全部やってもしゃあないんですよ。もちろんね、最終的には残しておいてやってもらっていいんですよ。これ授業で扱った重要なポイントだけやるので、はい、で、扱ったもの、扱った、はい、いわゆる重要ポイントですね。このね、重要なもんだけは絶対できてほしいので、はい、重要ポイント、よいしょ、ここまでかな。はい、ポイントの箇所だけ、はい、部分だけ、よいしょ、部分だけはやってくださいと。ってことなんですね。だけは、点々点ということですから、他の部分も当然時間があったらやってもらって構わないんだけども、まずね、重要なポイントができないと話にならないっていうのはもう当たり前なことなので、ちゃんとね、その識別関係はしっかりと皆さんができるようにしていただきたいと。で、それをですね、読解の方に結びつけてもらいたいなという流れで、夏はいてみてください。そんなにたくさんやることはないです。で、読解の方につなげなきゃまずいということは、皆さんはこれがちゃんとできてないとつながらないので、まあね、ただ単になんか助動詞覚えたよとかじゃなくて、しっかりと使い方ですね、使い方が分かるような演習をしといてくださいと。で、読解につなげる方は読解の方で喋ることになってますんで、読解の方のスタンダードはいですかね、見てもらえると文法をじゃあどう生かすのかというのがありますんで、まず古典文法に関しては、アーカイブと問題集参考書を確実に復習をまず夏の間、長いですからね、しといていただいて、で、市販の問題集1冊で構いません。1冊何かに当たってもらってね、重要な部分だけやっとくというのが夏の勉強法ということになってますので、皆さん頑張ってください。